プログラミングやっててと感じたのは、すごい楽しかったなっていう、なんかできることとか分かることっていうのが毎日のように増えてくるのがとても楽しかったです。クラウドソーシングサイトで仕事を自分で取ることができて、ここはちょっと自信になった。石田良平と申します。サブライテは、フリーランスコース24週を、受講させていただいて、まあ、主にワードプレスの勉強をさせていただきました。ワードプレスのカスタマイズのために、HTML、CSS、JavaScript、PHP、あと MySchool あたりの勉強もさせていただきました。まあ、本業の方で半導体を使った電子回路の製作会社で設計者として働いていまして、今、副業っていう形でウェブ制作を進めているという形です。まあ、国立の理研大学院卒業してまして、まあ、新卒で、半導体の会社に入って、プログラミングに触ってました。まあ、ただ、語学留学をしてみたいのがあって、生活費を留学先で稼げたら、すごくいいなと思ったので、まあ、ウェブ制作を始めたんです。大学の時から学会で発表する論文とかでプログラミング使ってたっていうのがあったので、特に意識はなかったんですけど、初めての案件っていうところに恐怖感を感じていたので、スクールでサポートを受けながらやりたいと思いました。あとは、ウェブサイト制作っていうことは今までしたことなかったので、ウェブサイトの作り方とかデザインの基礎をちょっと学びたいなと思って入学しました。まあ、レッスンが教材ベースじゃなくて、個人で決められる教材が永久に利用できる。案件に対してもなんか相談できるっていうところがやっぱり一番大きかった。毎週あるセントには参加させてもらいました。案件トライアルも毎週参加させてもらって、まあ、序盤はなんか普通ぐらいの評価だったんですけど、毎週やってたら1ヶ月後とか2ヶ月後ぐらいには、9割近くその満足っていう評価もらえるようになったんで、ちょっと嬉しかったので、なんかメルマガにもなんか採用してもらえたので、その時はすごい嬉しかったです。大学中に無事案件獲得がちょっとできたっていうのがあって、初めての案件に対する恐怖感っていうのを、インストラクターのサポートを受けながら乗り越えることができたっていうのが良かったな。サーバーの契約とかドメインの取得みたいなのが全然よく分かってなかったので、まあ、インストラクターとレッスン中、画面共有で教えてもらったりもできたんで、すごい良かったな。自分の作品をまとめた感じでリストアップして、自分の作品とあとスキルとあとサービスを記載したポートフォリオを作成しました。作った理由はその案件獲得でそのポートフォリオがないと選んでもらえないなっていうのを感じたので作成しました。手早く作成したかったというのが一番なんですけど、一番トップのところに提供しているサービスとか載せることで読みやすくなるしました。今終わってるやつだけカウントすると10件と、まだ契約中なのが2件。終了してないやつも含めると合計で25万。やっぱポートフォリオを拡充するのが大きいのかなっていうのは個人的には思っています。ポートフォリオを増えていくにつれて、案件に対して提案できる実績とか増えていくっていうのがあって、それでなんか取れる案件の単価もどんどん上がってきたかなと思っています。プログラミング学んでて思うのは、もっとスキル学んでいけば、場所を選ばずに生活できるなっていうのは、世界中どこ行っても仕事あると思うので、語学留学しても、スキルさえあれば仕事がもらえるんじゃないか。クラウドソーシングサイトで仕事を自分で取ることができて、ここはちょっと自信になる。プログラミングやってて、と感じたのは、すごい楽しかったなっていうのに、なんかできることとか分かることっていうのが、毎日のように増えてくるのがとても楽しかったです。僕は昔から結構ものづくりみたいなのが好きなタイプだったので、まあ、そういう人はプログラミング実際にやってみたら楽しいと感じれるんじゃないかなと。最初は自分だけでも多分できると思うんで、一回試してみて、それでなんか挫折するようなタイミングがあったら、スクールに通ったりしてもいいんじゃないかっていう感じですね。